2015年7月3日、韓国朝鮮日報によると、米国 Google の写真保存サービスで、黒人男女の写真が誤ってゴリラと認識されていたことが分かり、Google が本人らに謝罪した。Google は、5月末に、写真に写った人の顔や食べ物を認識して自動的に分類する写真アプリ、Google フォトを発表した。6月28日、米ニューヨークに住むアフリカ系米国人の男性が、友人と一緒に写った写真を、このアプリに保存したところ、ゴリラに分類されたため、憤慨して、ツイッターに書き込みをした。これを確認した Google の対応は早く、男性の書き込みの1時間30分後には、Google フォト責任者が、ツイッターを通じて本人に連絡した。また、休日にもかかわらず、技術チームを招集して、問題の解決に着手、翌日には、誤認識を正すパッチを適用した。これについて、韓国のネットユーザーからは、様々なコメントが寄せられている。これが韓国だったらこうなる。お客様の間違いです。無料のサービスですので、手前どものミスについては確認が難しいです。Google の迅速な対応システムを、パク・クンヘ政府も学ぶべきだ。能力もなく、官僚的で歪んだ政権のせいで、国民は困っている。韓国だったら、上の部署にメモを残しますね。で終わり。今度は、ゴリラを黒人と認識するかもしれない。自動認識で分類されるものをどうしろと言うんだ。 Google で画像検索をすると、類似イメージとは全く関係ないものも出てくる。そもそも、すべての人間はゴリラだったんだ。怒らないで。パク君への危機対応とは全く違うね。被害妄想だよ。顔認識では、動物が出てくることだってあり得る。可愛くない動物だったからって怒ること自体が、動物を卑下している。黒人だけでなく、他の人種でも起こり得ることだ。